こんにちは、マップです。今回はこちらアクオスセンス8レビューしていきたいと思います。もう大人気のアクオスセンスシリーズの最新機種アクオス8、こちらをね購入しましたのでレビューしていきたいというふうに思います。今回のねアクオスセンス8ってアクオスセンス7前作から比べるとですね、見た目そんなに変わってないんですよね。指紋センサーの位置がね、ちょっとずれて使いやすくなったりとかっていうのはあるんですけど、全体的なフォルムとしてはそんなに変わらないですが、中身はガラッと変わっております。CPU はね、最新のスナップドラゴン 6th Gen 1、こちらが搭載されておりまして、ついに待望の 4K 動画撮影もできるようになっておりますし、カメラも非常にパワーアップしております。光学式手ブレ補正も搭載されたりとか、クロップで光学2倍相当でもね、撮影ができたりとか、非常に綺麗に撮影ができます。このね、4枚から6枚のね、ミドルレンジのスマートフォンの中では、かなり今回完成度、てか満足度が上がってるなっていうのがね、非常にわかりますね。というわけで今回はね、このアクオスセンス8を実際に使ってみて感じたメリット、デメリットをレビューしていきたいというふうに思います。では、行ってみましょう。というわけで今回はアクオスセンス8レビューしていきたいと思います。今ね、ご覧いただいているのがこちらがアクオスセンス8です、ね、ちょっとアルミっぽい感じで結構反射しちゃってるんですけど、こうやって見るとわかりますかね。グリーンです。今回私グリーンの方をね、購入して、レビューをしております。なかなかいい色なんですよこれ。左側にあるのはこれはねアクオスセンス7、前作のアクオスセンス7の、ブルーですね。はい、こちらを一緒に置いております。見た目はほとんど同じ、大きさもほとんど同じだったりする。まあ、ちょこっとね、厚さが違ったりっていうのは一応あります。アクオスセンス8は 71×153×8.4mm。で、アクオスセンス7は 70×152×8.0mm というところで、まあ、1mm ぐらいずつ。ちょこっと違うっていう感じで、まあ、ちょこっとだけ大きくはなっているんですが、重さはね、1g なんですよ。159g。ということで、1g しか増えてないので、ほとんど同じって言ってもいいんじゃないかなというふうに思います。はい、ディスプレイの方も 6.1 インチの、イグゾーオレットというところで、大きさとしてはね、そこまで変わっていないんですが、今回ね、アクオスセンスシリーズとして初めて 90Hz 駆動ができるよというところ。まあ、あとはね、黒画面の挿入をして、擬似的に 180Hz 駆動というところもね、一応できるという形にもなっています。はい。例えばこんな感じで、まあ、これこの前ね、スナップドローンサミットに出た時に撮った、ハワイの写真なんですけど、めっちゃ鮮やかじゃないですか。こんな感じでめっちゃ綺麗です。めっちゃ綺麗なんですけど、このディスプレイも新素材を利用されているというところで、ブルーライトをね、50% 低減しながら、画質の影響なく見ることができるというところなんですね。こうやって見ても全然違和感ないですよね。常時有効になっているブルーライトカットのってなんですが、まあだからといって色がおかしいみたいな感じで全く見えなくて、めちゃくちゃ綺麗なんですよね。背面のデザイン含めね、ほとんどのデザインは去年のアクオスセンス7と同じなんですが、まあこういう見た目ってね、アクオス R8 Pro とかアクオス R7 のようなね、最近の R シリーズって結構こういう風な、はい、カメラが強調されたデザインになっていて、それにも通ずるようなデザインをね、引き続き踏襲しているというところですね。それだけじゃなくて、ちゃんとカメラもパワーアップしてるんだよっていう話も、後でしていければな、というふうに思います。そして、見た目としてはですね、ここですね、サイドがね、大きく変わりました。今までアクオスセンス7は、こういうふうに、指紋センサーと電源ボタンが分かれていたんですが、今回のアクオスセンス8は、こういうふうに統合されています。電源ボタンと指紋センサー統合されていますので、まあ、エクスペリアとかね、Galaxy Z Fold 5、Flip 5とかのように、サイドでね、指紋ロック解除ができるというところ。しかもね、オンとオフでボタンを変える必要がないってことですね。今までアクオスセンス7ってね、ちょっと低かったんですよ。低かったんで、オンの時はこっち、オフの時はこっちみたいな感じでずらさないといけなかったし、ちょっとね、下側だからきつかったんですよ。筋肉的にも。っていうところ。後で言いますが、ペイトリガーってやつがあったんですが、それを使うと、ちょっと誤作動を起こすっていうね、いう場合があったので、ちょっと辛いなと思ったんですが、今回はね、こういう風に、ちょうどいい位置に指紋センサーがついてくれたので、すごく使いやすくなったな、という風に思います。これだけでももう今回買う価値あります、もうこれで。はい。ぜひ買っていただければという風に思います。指紋の感度も非常に高感度ですね。もうポンポン、ポンってやるだけでね。はい。
こんな感じで、はい、こんな感じで、はい、すごく、感度よく解除してくれます。指紋センサーを押しっぱなしにしておけばですね、こんな感じで、これ今回ね、これ楽天ペイを今ちょっと今のところやってるんですが、ペイペイとか、まあ、他のアプリでもいいんですが、バーコード決済のアプリだったり、まあバーコード決済のアプリだけじゃなくてもいいです。全然他のアプリでもいいので、いろいろなアプリをね、あらかじめ設定しておけば、こう指紋センサー触れておくだけで簡単に起動できる、ペイトリガーっていうね、機能が、アコースセンスシリーズもね、アコースシリーズのね、目玉の機能と言ってもいいと思うんですが、一つとしてね、はい、搭載されています。これですね、アコーストリックっていう機能の中にですね、まあこういう風に、はい、まあいろいろな機能がある。その中に、指紋センサーとペイトリガーっていうところがあるので、これでね、指紋を登録してペイトリガーをオンにしておけば使えます。はい。で、これペイトリガーフォルダーっていうのもありまして、これもね、前々からある機能ではあるんですが、テンエディとかね、今回は楽天版買ったので楽天系が結構多いんですが、まあこういう風に、まあいろいろなアプリを、こういう風に、フォルダーに入れておくんですよ。例えばね、置いておいて、この指紋センサーにこうタップしておけばですね、こういう風に簡単にペイトリガーのアプリ開くし、フォルダーも、はい、設定しておけばこの右下にこう出てくるので、これで簡単にこう入れ替えられます。はい、今ちょっとエディやってないんであれなんですけど、はい、まああとはこういう風にね、はい、こういう風に切り替えること、簡単に切り替えられるという形ですね。というところで、はい、こういう機能がね、結構簡単に使えるので、街中でペイペイ使わなきゃないっていう時にも、こうやってか出すことできますし、あとはポイントカードとかね、D カードだったり、D ポイントだったり、楽天ポイントだったりって、いろいろなポイントあると思うんですが、これもこの右下で簡単に切り替えられるっていうのがね、ペイトリガーのすごい便利なところだな、というふうに思います。これがね、ここになったんですよね。そう、指紋センサーが上にずれたので、なんかこう構えててもね、誤作動しにくくなったんですよね。っていうのがすごい便利だなと思いますし、ペイトリガーの方もね、ロック画面と、あとはホーム画面でもこういう風に、いつでもペイトリガーってチェック入れておくことで、ホーム画面でも普通にこうやって使うことできるので、これ結構便利なんですよ。うん、ぜひ使ってみていただければなと思います。この位置だからいいね。うん、っていう風に思いますね。はい。そしてもう一つですね、ディスプレイポート出力が今回搭載されています。はい、このね、USB Type-C の先にはですね、HDMI と繋がっていまして、今、収録している、HDMI のね、ミキサーの方に繋がっています。で、繋がったらですね、左側に、こいつの画面が出てきます。はい。なので、繋げてみたいと思います。いきますよ。さ。はい。来ました。ほらほら。ね。HDMI につなげて、こういう風に、こちらのね、こちらの画面のようにちゃんと映りますし、こういう風にね、ああ、いいじゃないですか。こういう風に、出せます。ね、例えばこう旅行に行ってた写真を、まあ今はこういう風に画面出してますけれども、例えば、テレビに映したりとかするでもいいですし、まああとはね、パワーポイントのデータとかをこう映して、プレゼン代わりに使うとか。結構ね、ビジネス用途で使いたいって方もいらっしゃるっていうことみたいで、ディスプレイポート出力があった方がいいって方も結構多いらしいんですよね。はい。というところで、まぁ、こんな感じで、今までのこの4万円から6万円台のスマートフォンで、ディスプレイポートオルト出力対応したのは、Xperia 10 Mark III と Xperia 10 Mark III Lite だけは対応したんですが、それ以外対応してなかったんですよ。最新の機種で言うともちろん全部対応してないんですが、ピクセルとかだとね、ピクセル8とか8 Pro とかね、一番高いハイエンドのやつでも対応してなかったりするので、ミドルレンジのスマホでもちゃんと使えるっていうのは、めちゃくちゃすごいな、いいなっていうふうに思います。ギャラクシーとかエクスペリアのこのハイエンドのね、10万円以上するね、エクスペリア1 Mark 5とか、ギャラクシー S23 とかね、ああいうシリーズでも使えたりするんですが、まあ、パソコンモードは私そこまで使ってないんですが、結構この映すモードは結構使ったりするので、案外合ってる、あると便利だなって思う機能だったりもするんですよね。これはね、なかなかこう、4、5万円台のスマホで搭載するっていうのはなかなか、すごいいい意気込みだなというふうに思ったりするので、使っていただければなというふうに思います。で、アクオスセンス8のスペック簡単にまとめるとこんな感じになります。今
回ね、今までは OPPO Reno シリーズとアコースヌシリーズが、まあ大体4万円台ぐらい。で、Pixel や Xperia が若干高くて、まあ6万円ぐらいっていうような感じでね、2極化って感じだったんですが、アコースヌ8がちょっと1万円ぐらい若干値が上がりまして、まあちょうど真ん中ぐらいという感じにもなっております。この割にはね、軽くて、でも CPU もね、Snapdragon 6 Gen 1というのが今回新しく搭載されておりまして、今までは結構スナップドラゴン695で横並びだったんだけど、そこからちょっと抜けてきたというところですね。7万円台のスマホでもあります Galaxy A54 5G、 これが Exynos 1380なので、それと結構近いぐらいのスコアが出るなという感じでもあります。で、バッテリーも今回ね 5000mAh に増強されてたりもしますし、このね DP オルトモードも今説明しましたが、こういうモードもねしっかり対応してるっていうところなのでね、なかなかいいところ行ってるなという感じでもあります。ベンチマークなんですが、こんな感じでした。アコーセンス8は51万台、これね、アンツツのバージョン10のベンチマークで51万点台という形になっています。これ他のスマホと比べるとどうなのかというとですね、こんな感じで、センス7と比べると、まあだいたい 15% ぐらい上がってますかね。 15% ぐらいトータルでは上がっています。Xperia 10 Mark 5 や Oppo Reno 9A も同じ Snapdragon 695なので、まあ大体同じぐらいのスコア、44-45万点台ぐらいのスコアだったりするので、そこから比べると 10% ぐらいトータルでは上がっているというところで、まあもう同じぐらいの価格帯だったりすると、 Pixel 7a の方がもうちょっと上だったりもするんですが、価格ももうちょっとかかったりもするので、69,300円、まあキャリアにもよりますけれども、6-7万円台というところでもうちょっと上がったりもするので、まあ絶妙なライン来てるんじゃないかなという感じでもあり、実際使ってみてもですね、非常にサクサクですね。まあツイッターとか案外重かったりするんですけど、それでもめちゃくちゃこうサクサク動きてるので、なかなかいいなという感じが、しますね。はい、私マッツのサイトだったりも、はい、こんな感じですごいサクサクこうスクロールできるんで、めっちゃいいっすね。ほんとぬるぬるサクサク動かすことができたりもします。こんな感じでね、アスファルト9とかでもそうなんですが、かなりサクサク動作するっていうのがね、なかなか楽しいなっていうふうに。まあ、ゲームでもね、めちゃくちゃヘビだったら死ぬかもしれないですけど、まあ、そこそこのゲームだったら、はい、結構楽しめるかなというふうに思います。ただですね、スピーカーがね、今回もスピーカーがシングルなんですよ。はい、モノラルスピーカーなので、そこのね、ちょっと音が微妙だなって感じはするんですけど、まあ、それはしょうがないのかなっていう感じでもあります。だから音こだわりたい人は、まあ、イヤホンも一応ついていますし、もうちょっとこだわりたい方はね、アコース R8 Pro やアコース R8 を使うっていうのもね、手なのかなというふうに思います。そして、カメラです。カメラ今回はね、先ほども言った通り、まあ、こういうふうに、ね、カメラを強調されたデザインっていうのもありますし、二眼構成になっていまして、5030万画素の標準カメラと800万画素の広角カメラ、まあ、広角っていうか、まあ、要は、超広角と、広角っていう感じですね。他社の表現で言うとね。っていう形になります。で、標準のカメラに関しては、1.55 分の1インチというところで、去年のアコースセンス7と同じ、センサーサイズという形にはなっていますが、ゾーメイソーサーオートフォーカスを使ってね、非常に綺麗な写真が撮れますよというところ。あとは、プロピックス5というところで、白飛びやね、黒いつぶれも軽減して、細部まで美しく、解像感のある写真が撮ることができるよというところになっております。で、今回の目玉が一つ目がですね、こいつですね、光学式テーブル構成についに対応したというところなんです。夜景とかでも、結構綺麗に撮影ができますよ。写真でもビデオでも、綺麗に写真が撮れますよというところになります。 OIS 自体はです、例えば Pixel 7a だったり Galaxy A54、 あとはXperia 10 Mark 5にも一応搭載はされているというところなんですよね。だからアコースセンス
シリーズが若干こう、若干だけ出遅れたところもあったんですが、それがね、ちゃんと、追いついてくれたというところでね、結構嬉しいところかな、というふうに思います。で、あとはですね、もう一つはこれです。光学2倍相当のズームに改造、対応しているよ、というところですね。1.55 分の1インチの標準のカメラなんですが、2倍のズームをすると高精細モードという形になって、まあ、そのまま中央部でね、切り取られたような形の、ズームになるよ、というところで、要はデジタルズームじゃないので、すごく綺麗に撮れますよ、という形にもなっています。例えば、この横浜の景色ですね。横浜の景色、こうやって、これ1倍なんですが、これを2倍で撮影をすると、こんな感じになります。ぐっと完成します。はい。2倍でもね、まあ、2倍をさらにぐってこう部分拡大してあげると、結構綺麗に撮れるよっていうのがわかるんですが、右側がアコースセンス7の2倍、左側がアコースセンス8の2倍。いう形になります。一応同じ 1.55 分の1インチの写真をカメラを使って撮っている2倍の写真になりますが、こういう風にまあちょっとねぐーってこう拡大しているのでちょっとアラはあるんですけれども、それでもアコースセブンの方のこの観覧車の骨組みに比べるとだいぶ綺麗に撮れてるの分かりますよね。うん。アコセンス8の方がちゃんと、綺麗に撮れてるよ。あとはピカチュウのね、この、ちょうどピカチュウがいたんですが、ピカチュウのこの後ろ姿の荒さ具合とか見てあげてもですね、だいぶ綺麗に撮れてるのがわかるんじゃないかなというふうに思います。まあ、こんな感じで、はい、綺麗に撮れるよっていうのはね、うん、2倍でもある程度綺麗に撮れるよというところが、まあ、一つ特徴かなというふうに思います。エクスペリア10マーク5の2倍はこんな感じです。アコースセンス8に比べると、まあ、ちゃんと望遠レンズを積んでいるエクスペリア10マーク5の、まあ、2倍は、ま、比較的綺麗に撮れてるかなって感じもするんですが、夜景になると途端にね、エクスペリアは本当に弱くなってしまうので、そういう意味では、ちょっとこう暗いところでも2倍撮りたいというんであれば、まあ、まだアコースの方がいいかなという感じがします。まあ、まあ、もちろんね、もうちょっと上の価格帯のね、うん、Galaxy S23 とか、エクスペリア5マーク5、行っちゃった方が綺麗に撮れるのは事実なんですけれども、こんな感じで2倍でも綺麗に撮れるのは、うん、いいかなというふうに思います。あとはピクセル 7A ですね。ピクセル 7A はこんな感じで、そんなに綺麗じゃないですね。2倍だとね。なんで、うん、ズームするっていう用途だったりすると、まあコースの方がちょっといいのかもなっていう感じがします。というところで、実際にちょっといろいろ写真を見ていただければと思いますが、写真の作例に関してはブログの記事の方にちゃんとこの元データ上げておりますので、ぜひブログの記事概要欄からアクセスできますので、そちらからもねご覧いただければというふうに思います。すべての写真上げておりますので、そちらからもねご確認いただければというふうに思います。これがアクオスペンス8で、これ東京駅撮ったところですね。まあ、丸の内の駅舎もそうなんですが、後ろのビルの反射とか、空の色とかも結構ね、アコーセン7に比べるとちょっとこう鮮やかになったかなっていう、感じがしますよね。で、ピクセル 7A も結構鮮やかなんですよ。なので、まあ、ピクセルとかギャラクシーの色合いに若干近づいたかなって感じでもあるかなと思います。エクスペリア10マーク5はまあどちらかというとこう忠実系で、まあアコースセンス7とかでもね、うん、近いかなっていう感じではあったかなと。これ街中、これ曇ってるんですが、曇ってる日の街中のこの街路樹だったりするんですが、雲の色とかっていうの色使いがなかなかこれすごいなって思ったのが、アコースセンス8はこの模様をちょっと見て頭に入れてください。アコースセンス7行くとこうなんですよ。全然違う。そう。すごいこう細かいところまでアコースセンス8は綺麗に撮れてるなっていう印象があります。ピクセル 7A もこんな感じですね。そこまでではないんですよ。で、エクスペリア10マーク5は、まあ、ある程度、まあ、空の雲の感じも若干映せてるけど、全体的に結構暗いんですよね。うん、っていうところで、なんかかなりアコースセンス8のバランスいいなっていうふうに思います。ポートレート代わりに赤い靴履いてた女の子をいつも撮ってるんですが、はい、こんな感じです。アコースセンス8これですね。センス7はこんな感じです。若干画がかかってしまったと申し訳ないんですが、はい、こんな感じです。結構でも綺麗に撮れてるかなと思います。でもこれもね、ピクセル 7A とか、後ろの緑の木々の感じとかのね、色合いが全然違うんですよね。こう見るとね。センス8はこれですね。ピクセル 7A はこんな感じになっています。これがエクスペリア10マーク5でございますね。こんな感じで、このポートレートとかでも若干こう色合いが違うなっていうのがわかるかなというふうに思います。これ屋内なんですが、窓の外がね、見えるような屋内。
になっています。これアクオスセンス8なんですが、この明るさとアクオスセンス7の明るさだいぶ違いますよね。この超絶の具合がだいぶ変わってるなっていうところがなかなか面白いなというふうに思いますね。だから外の明るさに、引っ張られすぎずに結構綺麗に撮れているのがアクオスセンス8のいいところだなというふうにも思います。これがピクセル7です。ピクセル7でもなかなかいい線いってますっていう感じですかね。で、エクスペリアはね、ちょっとね、そんな感じ。やっぱりこう、ちょっとこう、暗くなると、エクスペリア弱いなっていうところがわかるなと思います。これ木々もある状態、草木もあるような状態のね、屋内を今、まあ一応、ライト照らされてますけど、撮ってみるとこんな感じです。結構こう、映えるような感じの、色合いになってるな。あと、細かさっていうのも伝わってくるなっていうところがわかりますね。アコースティンセブンの方がなんかちょっと、パリッとはするんだけど、ちょっとザラザラ感も出てくるんですよね。っていうところ。ピクセル7はこんな感じになります。これもなかなかいいですよね。で、エクスペリア10マーク5はこんな感じ。ちょっとこう、ぼやけてるっていうか、そんな感じにも見て取れますね。はい、夜景です。アクオスセンス8とこんな感じです。ね、結構綺麗に撮れてるの分かります?なかなか綺麗だな、というふうに思います。アクオスセンス7もこんな感じで、はい、なかなか綺麗に撮れてるな、と思います。ピクセル 7A もこんな感じですね。なかなか、はい、ちょっとエクスペリア10マーク5が、ちょっともうなかなかしんどいなっていう感じではあります。で、アコースセンス8 2倍になるとやっぱりちょっとザラッとはしちゃうんですけど、アコースセンス8の超高はこんな感じでボヤンとしてる感じが出てるんですが、アコースセンス7の超高額はな、結構緑色になる傾向があったんですよね。そっから比べるとなかなか、はい、綺麗に撮れてるなという感じがあります。で、あとは、ピクセル 7A はこの超高額こんな感じで、超広角も含めて撮りたいっていうんであれば、ピクセル 7A はなかなかいいバランスで撮れるので、なかなかいいなという感じでありますね。はい。あとは食事です。食事こんな感じです。なかなかね、ご飯の細かさとか見てみてください。ご飯のね、粒々の細かさとか見ていただけると、なかなか違いがわかると思います。はい。アコースセンス7はこんな感じですね。光学式テーブル補正とかって、こういうところで結構生きてるんだなって思ったりするんですが、ぼやーんとすることが多いんですよね、アコースセンス7はね。それがアコースセンス8はかなりピリッとこう撮れてますよね。こういうシーンとかでも、案外こう、屋内とかでね、若干暗めのところで写真ね、食事の写真撮ったりとかすると、案外違いがわかるんですよね。はい。ピクセル7もこんな感じで、結構ね、違いますよね。ピクセル 7A は結構こうね、ちゃんとつぶつぶ見える感じで撮れるの。なかなかいいなというふうに思います。エクスペリア10マーク5はね、こういう感じなんです。こういう感じなんですよね。なので、そうなんですよ。はい。っていう感じです。右がこれスープカレーなんですけど、スープカレーのね、この色、見ていただくと、ピクセル 7A はやっぱりちょっとね、食事完食寄りになるんですよね。寒い色に寄っている感じで、そんなに美味しさを感じにくい。これは美味しそうに見えるとは思うんです。で、そこから比べると、アコースセンス8の、やっぱりこのバランスはなかなかいいなっていうふうに思いますね。このバランスですよ。なかなか美味しそうに撮れるなっていう感じがします。食事シーンが多い場合は、アコースセンス8はなかなかいいんじゃないかというふうに思います。エクスペリアも結構こう、肉が映るような写真とか結構綺麗に撮れたりするんですよ。あと、サンマですね。これ、サンマなんですが、サンマの、焼け具合とかちょっと見ていただくとわかるとね、これ、アコースセンス8ですね。センス7です。ちょっと、パリっていうか、なんか、ザラザラ感がね、やっぱり出てきますね。で、これがピクセル 7A ですね。こんな感じです。はい。これも結構パリパリ感が出てくる。はい。で、これはエクスペリア10マーク5ですね。飛んでますね。何枚か撮ったんですけど、やっぱり飛びますね。はい。っていうところで。なかなかこう、やっぱり結構違いが出てきやすいなって思う。どれが一番美味しそうに感じたですかね。動画がですね、ついに 4K 撮影もできるようになっています。はい、4K30fps まで撮影ができるという形になっていますので、そう、これがね、スナップドラゴン 6Gen1 の、一つの武器にもなるのかなという感じでもあります。というわけでね、動画の作例もちょっと見ていただければというふうに思います。はい、こんにちは、マッツーです。現在、アクオスセンス8で、動画撮っております。アクオスセンス8です。1.0 倍がこんな感じになっております。1.5 倍。はい、ワンタッチで 1.5 倍に切り替えられます。こんな感じです。結構綺麗ですね。2倍です。2
2倍。2倍です。1倍に戻っております。1倍です。こんな感じで結構ね、綺麗に取れてるなっていう感じですね。今日は船が止まってません。今日は船止まってないです。こんな感じです。アクオスセンス7です。アクオスセンス7、1倍です。 1.5倍、こんな感じです。アクオスセンス7 1.5倍、アクオスセンス7 2倍です。こう2倍同士で比較してもそんな感じがちょっとしますね。1倍です。はい、こんな感じで、はい、今日は船が止まってないです。船止まってません。アクオスセンス7でございました。ピクセル 7A です。ピクセル 7A で撮っております。今1倍です。こちらが 0.5 倍ですね。ピクセル 7A は動画撮りながら超広角にも切り替えられます。1倍です。お、綺麗ね、はい、こんな感じです。2倍です。はい、2倍です。2倍の粗さどうでしょうか。ピクセル 7A とアクオスセンス8どうでしょうか。もう結構いい勝負してるんじゃないですか。なんかアクオスセンス8の方が綺麗そうに見えるんだけど、まあ、実際撮った画像じゃないとね、わかんないところもあるんで、なんとも言えないんですが、はい。なかなかいい感じですね。うん。いいんじゃないですか、結構ね。はい。というわけでございます。今1倍です。1倍でもちょっとこう動かしてみてみますが、はい。手ブレの性能とかね、どうですかね。はい。こんな感じです。結構綺麗だよね、やっぱりね。はい。これピクセル 7A です。エクスペリア10マーク5です。エクスペリア10マーク5。やっぱなんかこう、1倍でも若干粗さがあるように感じるのは気のせいですかね。どうなんでしょうか。先入観なのか何なのかわかんないですが、一回、いいか見ないとわかんないかもしれない。0.6 倍。はい。エクスペリアはちゃんと 0.6 倍は 0.6 倍。切り替え。動画、録画中にも切り替えられます。1倍です。1倍。だいぶ変わりますね。で、2倍です。2倍は2倍のレンズ積んでるので、はい。エクスペリアは2倍のレンズがついています。望遠のレンズですね。ついています。いかがでしょうか。こんな感じになっております。
ゴーセンス8の使って感じたメリットデメリット簡単にまとめていきたいと思います。蛍光ペンの黄色は全モデルのアゴースセンス7からの進化で、水色はピクセル7-8の違いという形でちょっとまとめております。まあ一応水色の頃もね、一部は全モデルのねアゴーセンス7からの進化っていうところも含んでたりもしますので、全モデルからの進化ってやっぱりね、側面の電源ボタンと指紋センサーの統合だったり、あとはカメラですね、の進化、あとは CPU チップセットのね、スナップドラゴン 6Gen1 の進化というと結構大きいかなと思います。ピクセル7-8の違いとしてはね、やっぱり軽さってところが結構いいなとも思いますし、ピクセルだけじゃなくてXperiaとかギャラクシーにもペイトリガーとか搭載されてないので、これ結構やっぱ使いやすいのいいよなって思いますねっていうところと、あとはこの価格帯でのディスプレイポート出力対応だったりとか、電池持ちっていうところはね、やっぱりアクオスならではのメリットだなというふうに思います。逆にデメリットはですね、こんな感じです。カメラはね、良くはなったんだけど、夜景動画のシーンとか、あと超広角がちょっと弱かったりとかもするので、まあそこら辺はもうちょっと、まあ、あと一歩欲しいなっていう感じはあります。ただですね、かなり進化していて、まあ、ピクセル 6A が出た時は、本当にピクセル 6A が頭一つ飛び抜けした感じだったんですけど、かなりピクセル 7A とアコースセンス8で競っているというか、かなりいいところはアコースセンス8の方がいいっていう、例えば食事のシーンだったりね、昼間のあの景色のシーンだったりとかいうところは、なかなかいい取り具合だったりもするので、なかなか、いいんじゃないかなと思います。まあ、あとはね、機動差というところでは、モノラルスピーカーだったり、ワイヤレス充電の非対応だったりとか、こういうところはね、あ、まあね、使う人はピクセル7の方がいいかなっていう感じはあったりしますが、全体的にはですね、あの搭載されてる機能では特筆して、なんかこう、ここは嫌、ダメだとか、そういうとか、そんなにないんですよね。目立ったデメリットがないっていうのも、なかなかあのアコースセンス8の特徴なのかもしれないなというふうにも思います。というわけで今回はアコースセンス8、こちらをねレビューをしていきました。見た目はそんなにアコースセンス7と変わらないんですけど、だいぶ違うっていうのが分かったんじゃないかなと思います。まあ、カメラもそうですし、使い勝手の快適さだったりとか、なんかいろいろなところでこうやっぱ完成度が上がってますね、っていう風に思います。結構もう一つ評判がいい機種としてはですね、やっぱりあのピクセル 7A があると思うんですけど、ピクセル 7A とアコースセンス8、この2つでどっち迷うかっていう話でもあると思うんです。個人的にはどっちかな、こっちちょっと重いんですよ、ピクセル 7A は若干重いんですよね。でアコースセンス8軽くて、ただあのワイヤレス充電はできないんですよね。あのピクセル 7A ならワイヤレス充電できるんです。っていうところで、まあ、少しずつこうメリットデメリットあったりもします。そこはちょっとね比べていただければと思いますが、なんか総合的に考えるとこっちの方がなんか個人的にはいいかなって感じはちょっとするんですよね。どうでしょうかね。はい、ぜひあの2つ見比べてみていただければ。まだ動画とかよく撮る人はやっぱりピクセル 7A の方が若干精度まだ上がっ高いのかなって感じもするので、まあ、そこもちょっと見比べて考えていただければなというふうに思います。というわけで今回はアコーセンス8、実際にレビューをしていきました。というわけでこの動画参考になったという方はチャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いいたします。その他にも私もスマホだったりいろいろな、パソコンスマホのレビューしておりますので、ぜひチャンネル登録していただきまして、また次回の動画でもお会いできればというふうに思います。というわけでマッツでございました。また次回お会いしましょう。さようなら。バイバイ。ありがとうございました。